武蔵マニアイエーイ。 Hi, hello everyone, my name is 武蔵。 本日の企画は野球を教える。少し前に走塁を教えさせていただいたんですけど、今回も走塁です。前回は基本多分盗塁のことをねお話しさせていただいたんですけど、今回は打球判断詳しくお話しさせていただきたいなと思います。というわけで、じゃあまたこのホワイトボードをね使ってやりましょう。はい、というわけでこんな感じですね。1塁、2塁、3塁、これ分かりますよね。多分1塁、2塁、3塁、ホームです。まずゴロ、フライ、ライナーってあります。野球わからない人のためにもじっくり説明しますけど、これが地面としたら、ゴロはイメージこんな感じです、フライはこんな感じです、でライナーはこんな感じです。わかりやすく言うと、まず一塁の時の、打球判断は、ゴロはどこの打球であれ全てゴーです。フライ、ライナーはバック、ゴロはゴーなんですけど、レベルが高くなっていくとゴロやけどスタートを切らないみたいなことがあります。ランナーです。ファースト側も守ってるんですよ。ファースト守ってて、セカンド、ショート、サードが守ってるんですよ。こっちのゴロだとランナーを走ったらセカンドとかだとタッチできるんですよ。タッチしたらゲッツーの可能性があるんですよ。だってタッチしてファースト投げるだけでゲッツーなんで。なのでここのゴロはわざと挟まれたりするんですよ。止まったりしてとか、ファーストゴロでベース踏んだ、バッターランナーはアウトなんでタッチしないといけなくなるんですよ。このファーストランナーは基本ゴーです。はい、ゴロゴーで、ライナーはバック。ただこれもちょっと応用編なんですけど、外野守ってるんですけど、フライが深い、ここのフライだったらタッチアップっていうのはいけるんですよ。タッチアップの詳しいことは三塁で説明しますけど、ベースについてたらね、取ったらスタート切れるんですよ。半分ぐらいとか出てては無理です。それはベースついてからじゃないとタッチアップはできません。セオリーでいくのならばゴーバックバックですかね。じゃあ次、ランナー二塁。ランナー二塁の場合はゴロは基本はゴーなんですけど、ショートサードの時はゴロはストップです。ツーアウトの場合は全てゴーです。ただノーアウト、ワンアウトの時はゴロは一塁手と二塁手のところのゴロだとゴーです。ピッチャーゴロ、ショートゴロ、サードゴロはセカンドベースに戻る、まあ、ライナーは基本バックです。フライも、バックなんですけど、このランナー二塁の場合はライトフライとか、まあ、この宇宙間とかのフライだと先ほど言ったタッチアップは、可能です。もちろんこの肩とか守っている守備とかによって変わります。ただショートサードは、今僕バックって言いましたけど、僕ショート守ってるとして、サードがこっち、セカンドがこっちね、まあ、取ったらこっちの方が投げやすいんですよ。ファーストに投げるよりかも近いですし、なんなら二塁ランナーを刺した方がアウトカウントが増えて、ランナーが次一塁なんですよ。ファースト投げることによってアウトカウントは増えるけど、ランナーは三塁なので点数が入りやすくなるんですよ。まあもちろんね、点差とかによって変わるんですけど、全然10点差とかで勝ってるとかやったら全然もうファーストでいいと思うんですけど、ショートとかサードとかやったらもう走ってくる、タッチできるんですよ。なのでセカンドランナーはストップなんですけど、ショートのこっちがセンターに抜ける打球とかの打球はゴーです。同じショートゴロでもゴーなんですよ。こっちに取るんやったらサードがこっちなんですよ。投げづらいんですよ、こっちに。でしかもセカンドランナーはリード、第2リードしてるわけですから、こっちはさすがにリスクあるんですよ。なのでこっちの打球はゴーです。だからそれを分かりやすくするには、自分がリードします、第2リードパンパンします、打ったところで自分のいるところからサード側だと戻る、こっち側だとスタートを切るにするんですけど、ピッチャーゴロとかもあるんで、僕の心がけてるのはリードしてパンパン、第2リード打球を見て、基本一歩目は僕はスタート切ります。こっちの打球だとね、もし挟まれても粘って打ったバッターを二塁にすることを心がけてます。じゃあアウトカウントは1個上げて通常通りの形になるので、こっちに1歩目切る理由は、ピッチャーゴロやけどピッチャーがファンブルするかもしれないですし、抜けてくれたらいけます、サード側に。しセンター前とかもね、1歩目をこっちに切ってしまうと、もし抜けた時に1本で帰れなくなるんですよ。ホームに帰るための1歩で捉えてもいいですね、僕は。
そして次三塁。三塁の場合は特殊で、ゴロは内野の守備とか見ないといけなくて、外野ゴロ絶対ゴーです。三塁の時内野のシフト、つまりまあとか点差とかですね。ツーアウトはどんな守備でもゴロはゴーです。ライナーバック、フライもバックなんですけど、ここで先ほど言ったタッチアップ、外野フライの場合、取った瞬間にベースからスタートすることが許されるんですよ。で別に極論ですよ、内野フライでもタッチアップは OK です。どこのフライでも OK です。ただベースからじゃないとダメです。メジャーリーグとかだったらね、ファールゾーンとかダイビングしに行ったやつとかでもタッチアップする光景とかもねあるので。それとかライナーはバックなんですけど、当たり GO っていうのがちょっとこれも応用編なんですけど、当たりバックっていうのがありまして、もう1点争うゲームとかだと当たり GO のサインがあるんですよ。それはバットとボールが当たる瞬間も当たったら GO GO みたいな感じです。でこの理由はゴロ打つ時に打ってついてから GO だとやっぱり遅くなるんですよ、スタートが。なのでここはもう一か八かで1点取りに行くために当たりをバンって。これでフライやったらどうするのか、フライは滞空時間があるので変えれるんですよ。でもライナーはもう変えれないんですよ、当たり5でスタートバーって切っちゃってるから。で戻ったとしてもアウトなんで、それやったらライナーでパンって弾く人もおるんで、そのためのもう5です。当たり5の場合はライナーは5です。通常はバックです。じゃあ次、一塁二塁です。一塁二塁の場合は、ゴロはゴーです。ライナーフライはバン。ただまあ、フライもタッチアップ別に可能です。片一方のタッチアップも全然いいです。二人いるけど、二人ともがタッチアップするんじゃなくて、セカンドランナーだけタッチアップするのは OK です。ただ、一塁ランナーがタッチアップするのはダメです。前にランナーがいるので、前にランナーがいる場合は、前のランナーが優先です。なので、抜かすことも禁止ですし、抜かしたらアウトになるんですけど、一塁ランナーの場合は前のランナーを禁止しましょう。二塁の時に言いましたけど、ショートサードはゴロはバックって、ランナー一塁二塁の場合はショートサードでもゴロゴーです。全てのゴロゴーです。まあ、塁が埋まってるからね。二塁三塁。二塁三塁の場合は、ゴロは守備位置によって決めてください。まあ、点差とかにもよって変わるんですけど、で、ライナーバック、フライはタッチアップなんですけど、先ほど言ったことと一緒で、三塁ランナーがいるので、こっちがタッチアップしないことには、こっちもタッチアップ、セカンドランナーもタッチアップできないです。次、一塁三塁。これは、ゴロは、一塁ランナーは絶対ゴーです。前のランナーはいるんですけど、塁が埋まってるので、これも埋まってるに入るので、ゴロはゴーです。三塁ランナーは、ゴロはどっちでもいいです。ライナーは、一塁ランナーも三塁ランナーもバック。フライ、ここはちょっとあれなんですけど、フライは、一塁ランナーだけタッチアップでも OK です。これは。前のランナーは三塁いるんですけど、セカンドベースが空いているので、フライのタッチアップは OK です。一塁ランナーだけでも三塁ランナーだけでも、ただあんまりないんですけど、抜かすことはダメですね。ゴロはゴー、ゴロはどっちでもいい。基本ね、セオリーはね、もちろんサインとかではゴロはゴーみたいなあるかもしれないんですけど、そこはもうねチーム方針で。ラスト満塁です。満塁の場合は割と簡単なんですよね。ゴロはもう絶対ゴーです。塁が埋まってるので、ライナーはバック、フライはタッチアップは三塁優先、その次二塁優先、一塁優先。三塁だけタッチアップでも OK ですが、二塁だけタッチアップ、一塁だけタッチアップはダメなので、前にランナーがいるので。その理由はどこでもアウトにできるんですよ。どこからでもゲッツーが取りやすいのは満塁です。例えばじゃあピッチャーゴロだとホーム、ファーストでゲッツー取れるんですよ。ファーストゴロだと1点を上げたらダメな場合は、ファーストからまずホームにここのワンアウトかワンアウト、ツーアウト目取る。1点上げていいけどゲッツー欲しいとかのファーストゴロだとこっちこっち、まあ踏んでタッチでもいいですけど、でショートセカンドだとここで殺せるんですよ。でサードだと踏んでファーストでもいいですし、このショート寄りだとこっちこっちでも殺せるんで、なので満塁はいいんですよ。満塁の場合だとキャッチャーだと踏んでコールでいいんですよ。割とね、丁寧に説明したので、ぜひ参考になってくれたら嬉しいですし、自分でもね実証したいので教えたいので、また見てほしいです。なのでチャンネル登録、そして高評価、コメントぜひお願いします。そしてこれだけは鉄則です。はい、1回から9回の試合もあれば、例えば、7回の時もあるんで、そこは見計らって何回やから攻め方を変えるみたいなのももちろんありますし、
イニングも大切ですし、点差も大切です。初回に1点差の攻撃と最終回1点差の攻撃ではまた攻め方も違うでしょうし、1点差の攻め方と10点差の攻め方は違いますし、なのでイニング点差そしてアウトカウント、そのどのイニングでもまあ3アウトは決まってるんですけど、ノーアウトの攻め方と2アウトの攻め方もまた違うので、アウトカウントも大切にしてほしいのと、あとバッターピッチャーですよね、ぜひ頭に入れて、あと守備位置もね、はい、外野が浅いのか外野が深いのかによって守備位置の確認も、そしてチーム方針に基づいた走塁してくださいというわけで、長い動画ありがとうございました。 Never give up. Goodbye.